はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回なんですが、ファーニマルデッキをですね、ちょっと組み直してきたので、またちょっとご紹介していこうかなというふうに思っております。あのですね、ファーニマルっていう、まあ、デッキ、まあ、アークファイブのテーマで、まあ、シウイン・ソラっていうね、まあ、非常にかわいくて害悪なキャラクターがいて、まあ、その子が使うんですけれども、僕アークファイブのテーマめっちゃ好きでね、まあ、好きなテーマ2個あげろって言われたらレイドラプターズとファーニマルなんですよ。はい、なんかこの2テーマが好きです。で、このファーニマルっていうデッキは何が強いかっていうと、まあ、めっちゃ融合をして、まあ、融合の数、手数でゴリ押していくっていうデッキなので、あの先行するやつモンスターとか全然ないんですよ。結構ね、その高校からまくっていく効果がすごい多くて、例えばあのシザータイガーであれば、なんかその破壊する効果、あの相手のモンスターとか魔法トラップをとか、デストイクレルホールドも破壊する効果、あとそれからクレル、いやデストイハーケングラーケンであれば相手のカードを墓地送る効果とかあるんだけども、全部高校用になってるんですね。だから先行かなりやることなくて、で高校でまくっていくあの手段が結構必要になってくるんですけども、あのね、新しくね追加された融合モンスターで、このガーディアンキマイナってやつがいるんですけども、これがねとても相性がいいんですよ。これまあ一応ね、効果また改めて説明しておくと、カード名が異なるモンスター3体で作れて、で魔法カードの効果で融合しないと効果が発動できなくて、でさらに墓地の融合があると相手の効果が多少ならないよっていう効果で、でまあ肝心な効果は何かっていうと、手札で融合スターにした数だけ自分はデッキからドローして、フィールド融合スターにした数だけ相手を破壊するっていう、しかも選んでね破壊するっていう効果なんだけども、このねガーディアンキャラが相性がいいデッキっていうのは、この、ね、素の融合をまあ採用するデッキが非常に相性がいいんですよ。で素の融合をまあ一番使いこなしていると言っても過言ではないカードはこれなんですよ。デストイパッチワーク、これがバカ強くて、デッキから融合とエッジインプを加えるっていう、この1枚が2枚になるカード、まあ要するにまあ儀式の下準備みたいな感じですね。儀式デッキでいうところのあれが、まあ、融合版にもあるんですよ。これでエッジインプ持ってこれますから、エッジインプを持ってくるっていうのもファーニマルデッキになるわけですね。基本的にはまあいろいろ、まあ、闇属性なんで、まあ、使い道はあるんですけども、でまあこのテーマにとりあえず適当に融合を、してガーディアンキマイラーを出すっていう、まあ、選択肢が生まれたことによって、かなりなんだろう、相手の盤面を崩していく幅が広がりました。今までは相手のカードを破壊するのってグレルホエールと、あとそれからまあシザータイガー、まあ、または、まあ、クラーケンしかなかったんだけども、エッジインプがなかったり、エッジインプしかないとかいうこともあるんですよ。たまにね、いう時に、まあ、ガーディアンキマイラー出したりとか、もう単純にガーディアンキマイラーを出して盤面破壊した後のデストイクレルホエール出したりとか、いろいろできますから、これはねとてもね選択肢が広がる非常に素晴らしいカードとなっております。でまあちょっと今回はまあ、枠の都合上もあるっていうのもありますし、先行やることないっていうのもありまして、結構高校にある程度寄せましたと。で高校用に寄せたはいいものの、あんま枠ないんですよねこのデッキあんまり枠なくて、まあ、今回一応誘発と相手のまあケア札で年入ってるのが増殖する G と、まあ、一滴だけなんですよ。まあ、なので一応ランクマ4に なってるんですけども、ちょっと若干ねやっぱちょっと頼りない感じは、まあ、どうしてもしますね。まあ、ただ相手のターンはまあエッジインプサイズの融合であるとか、まあ帰ってきてからの一滴であるとか、まあガーディアンキマイラであるとか、こういうカードを使って頑張って相手のまあ作った盤面をまくっていく、まあそれに楽しみをまあ覚える、まあそういう系のデッキになってますんで、早速ねこのファーニマルデッキ、新ファーニマルデッキ回していきましょう。デュエルスタンバイ。はいどうも、飛竜院ソロです。今日もねキャンディーを舐めながら相手を蹂躙していこうと思っております。新しくね、ファーニマルデッキ組んできたんですけども、ガーディアンキマルとかいうヤバすぎるモンスターによってねだいぶ強化されましたんでね、かなり強くなりましたね。まあ言うてガーディアンキマルじゃなくて、デストイシザータイガーだっけ、なんか同じような効果持ってるやつはいるんですけども、まあ言うて何でも、まあ、融合祭にできて、しかもドローが入るという、まあ、ガーディアンキマイラの登場は非常に、まあ、ありがたい。でそして素の融合、まあ、通常の融合ですね、通常魔法の融合を、まあ、自然と使うことになるんですよ。このファーニマルっていうデッキはデストイパッチワークっていう最強カードがあるんで、まあ、そのね融合が墓地になるとガーディアンキマイラさん対象にならないので、これがめちゃくちゃ強いですね。はい、さあとりあえずアラメシアの儀を、手札に加えていく。で、まあ、とりあえず勇者総剣、勇者転移総剣みたいな感じですかね。はい、ちょっと一回これもうなんか運命の旅路、どうせなんか置かれるとグリフォンライダー出されるから、なんか運命の旅路割れまである。これ結局グリフォンライダーさん出てくるとめんどくさいので、もうここでエッジインプサイズの効果使いましょう。でエッジインプサイズの効果を使って相手の先行1体目に融合していく。戦一融合、あらあらろデストイクルエルホエル、
HM サイズと、ファーニアのペンギンを墓地の国、融合召喚、現れろ、デストロイ、デストロイクジラ。このクジラは最強の効果を持っているぜ。クジラは特殊召喚に、あ、旅路さんね、まあ、空効果は無効になるから別に関係ない。デストロイ、クルエルホエルの効果をチェーニングすることによって、ファーニアのペンギンの効果に裏を打たせない。さあ、デストロイ、クルエルホエルの効果発動。お互いのフィード上のカードを1枚ずつ選んで破壊するという効果を持っている。選んで破壊だから強いぜ。まあ、ちなみに一応デストロイ、クルエルホエルの効果も使って、一応打点をアップしていくぜ。まあ、これはまあ、裏打ってくれる人いるかもしれないんで、ここに裏打ってくれないか、まあいいや。で、クルエルホエルの効果によってデストロイ、リペアを墓地送っていくと、このカードを除外して、デッキ、あ、間違えた、手札からファーニマルか、エッジインプを出せるっていう効果を次のターンに使うことができる。さあ、そしてエッジインプサイズは、破壊、耐性があるからな。で、エッジインプチェーンを捨てて、エッジインプチェーンの効果を使って、で、最強だな、これは。これめちゃくちゃ強いぞ、これ。やってることすげえ強いぞ、これ。相手の先行1ためだから、これな。相手の先行1ために後攻の準備ができる、最強。さあ、かかってこい。どうする？グリフォンライダーは出せなかったな。ジョクといいだろう。なるほどな。まあ、こっからハリアドンか。こっからのハリアドンは結構辛いぞ。こっからのハリアドンは辛い。あ、ちなみに、結構強くて、このペンギンが、ファーニマルペンギンの効果で一応増殖するチーズとか、あと、ウララとか引き込めることがあるんですよ。まあ、ウララは入ってないけど、今回のデッキは。増殖するチーズとか、近所で一滴とかが、引けるので、意外とね。あとさ、なんか、みんな結構さ、一滴のことさ、ひとしずくって多分呼んでると思うんだけどさ、なんかひとしずくってめっちゃ言いにくくない？なんか結構コメント欄でも指摘されるんですよね。なんか、ひとしずくですよ、みたいな。いや、分かってますけど、その、ひとしずくってめっちゃ言いにくいですよね、なんか。一滴の方がなんかめっちゃ言いやすくて、僕はいつも一滴って呼んでるんですけどね。はい。っていうどうでもいい会話をして、アロラドンの展開を見なければならない、で圧倒的ソリティアが入っていく。さあ、ここからまあ、もうあとは妨害ないので、まあ、相手の盤面を完全に眺めていることしか僕やることないですね。まあ言うてね、高校用デッキなんですよ。エッジインプか、デストイン融合モンスターって相手のその効果を無効にするみたいなモンスターいないから、制圧するようなモンスターがいないんですよ。なので先行行ったらやることないんですけども、まあ相手の先行を取ってもらって、で、エッジインプとか、まあ、増殖する時とかで高校はなんか戦っていくみたいな感じになります。はい。まあ、とりあえずバロネスは挨拶出てくると、でバロネスちゃん出てきて、ほんで、バレルロード3倍じゃろうね、 OK で、向こう2回、結構きついんだよな。で、サベージの効果で、まあ、リンクモンスター、まあ多分アロロドンを装備して、まあ、4050までなる。 OK、 いいでしょう。でバロネスで、クジラ破壊して、クジラがいなくなるまでが、展開終了か。まあ言うて、まあそこまでハリアドンされ、あ、エンド、あ、いい、破壊したいの、クルエルホエル破壊したいのに、融合来たか、なるほど、クルエルホエルをなんか破壊しないのはなんでなんだろうか。まあ言うてどこ止めてくるかによるんだよな、どれ止めてくるんだろうな。まあ一応多分パッチワークは絶対止めるよな、相手パッチワークは絶対止める、多分これ、まあ、トーンなくても最悪いいや、トーンなくても最悪いいで、バリロードサベージドラゴンの効果を使って、あー、なるほどね。オロフクは一応打ちたいので、どうしようかな。クルエルホエルの効果使ったら止めてくるんじゃないか、これ。クルエルホエルの効果使って打点上げて殴りに来てしまうから、これ多分止めるだろう。クルエルホエル効果。これ対象取って、打点アップするよっていう効果発動する。どう？だよね。で、これで、妨害は全部踏み切りましたと。OK。そしたらば、まあ一応オロフク打つでしょ。で、オロフク発動して、トイポット墓地送って、で、トイポット効果によって、モンスターを持ってこれるので、まあ、ファーニマルモンスターですね。まあ、ペンギンですか。ここは。ペンギン持ってきたな。で、ペンギン巻き込んで融合したらまた2枚ドロー1枚ってできるんでね。で、ドルフィン召喚で。で、ドルフィン効果発動で。で、トイポットをセット。で、ファーニマルウィング墓地送る。一旦融合しに行きますか。融合発動で。で、クジラ出して、で、まあ、一応あの伏せカードは何か分かんないから、ちょっと一応ね、処理しに行きましょう。
で、クジラ出すでしょ。で、クジラ召喚効果発動する。チェーン1ファーニマルペンギン。うん。で、チェーン2、エッチープチェーン。で、チェーン3、デスオイクルエルホエール。まあ、これでね、あの、ウララケアができるんで、まあ、割と強いですよ。ファーニマルはね。で、クルエルホエールの効果と、で、打点アップしていく効果を発動し、いらねえ、デストイパッチワークかなんかもうちょっと送るか。融合モンスターですよね。これ、デストイパッチワーク送って、で、打点がアップしていく。で、さらに、トイポットと、一応相手のバックですね。あ、まあまあ、九死ですよね。で、これで破壊して、で、テストパッチワーク持ってくる。OK。で、ファニマフェイン効果カード1、2枚ドローして1枚捨てる。強すぎ。あまりに強い。あまりにも強い効果を持っているが、エッチープチェーンか。はい。で、トイポット効果発動して、そうですね、まあ、これキャットかな。キャット持ってきて、で、パッチワーク打って、まあ、さっき無効にされたんで、これもう一回打てますよと。で、融合を持ってきて、シザー持ってくる。いいじゃないですか。なんかやべえこと起きてんの、おい。なんかすげえ展開力だ。で、あとは相手のモンスター処理すればいいんだろ。とりあえずデストイリペアの効果使って、まあ、これシザー持ってきてから別にガーディアンキマイラである必要ないけどな。ただやっぱね、あのシザータイガーのね、とね、ガーディアンキマイラの違いはね、選んで破壊するんですよ、ガーディアンキマイラさんは。まあ、せっかくなんでガーディアンキマイラ出しに行こうかなと思うんですけども、これ選んで破壊が強くて、しかもなんか融合あると対象対戦あるでしょ。割とですね、まあ、そこが差別化点ですかね、選んで破壊するから、まあ、シザータイガーの効果は対象取っちゃうから、相手の効果になんかチェーンされる危険があるけど、そのなんかガーディアンキマイラは選んで破壊なので、処理するときに破壊するから。あの対象を選んで破壊するから、まあ、それが強いところですね。で、まあ、チェーンはですね、まあ、どうでもいいんだけど、まあ、一応1ドローが入るので、ガーディアンキマイラを。なので、チェーン1にした方がいいです、キマイラが。ウララとかで、無効される可能性あるから。で、ファーニマルキャットの効果使って融合を回収した。はい、そういうこと、こういうことです。こういうこと。ええ。まあ、ガーディアンキマイラ最強っていうことでいいな。結構ね、ガーディアンキマイラ、なんか割と出るな、やっぱりな。まあ、結構雑になんか増殖する人とかウララとかを巻き込んで融合してもいいですね。腐った。まあ、そういう融合もできるんで、割と。まあ、とりあえず増殖する人通る。さあ、高校ゲーム参加券。ゲーム参加させてくれ。あ、参加できる。よし。オッケー。オッケー。ゲームの参加許された。オッケー。まあ、高校で増殖する人打ってないやつは、遊戯をやめちゃった方がいいかな。はい。まあ、高校で増殖する人打ってウララに止められるまでが一応挨拶なんで。まあ、これができないやつは遊戯をやめろっていう話はある。さあ残念ながら、増地が通ってしまったためそんなに展開を伸ばすことはできないでしょう。相手ねブレキンゲの効果も発動することはできない。なんだろうなこれ、水属性ランク4エクシーズデッキかな。なんかクラゲパイセン、オッケー、パイセン来た、了解しました。まあ、デスタイパッチワークとか通れば全然ありますよ。でチンプチェーンオッケー。あ、強いね、反動は結構強いね。まあ、ステルスクラーゲンは破壊する効果があるので、選んで。あいつも選んで破壊するんで、ガーディアンキマイラと一緒ですね。結構強いですね。強い部類に入る。で、一応ね、エッジインプサイズがね、融合モンスターの破壊片側できるんで、サイズを巻き込んで融合した方が強そうですね、これね。キマイラ、あ、間違えた。ステルスクラーゲンさんの効果が、まあ、選んで破壊が飛んでくるので、一応、サイズを置いておくと、自分の融合モンスターは一回破壊耐性あるみたいなね。で、とりあえず、トイポット発動して、で、融合を発動する。で、デスクレールホエ出していく。で、サイズと、キャットですね。で、キャット融合からの、クレールホエル。これ言うてね、なんか召喚権使わなくても意外と動けるから、ファーニマルって。だからね、意外とだけど、勇者入れてもいいかもしれない、もしかしたら。うん、ちょ試してないか分かんないけど、あ、まあ、エフェクトベーラーですね。はい、分かりました。でエフェクトベーラーで、デストクレルホエールの効果を無効にしていくと。で、まあ、それ一応効果チェーンしてデストリペアを送っていきましょう。こうすると一応デストリペアが墓地に送れるんで、リペアが消火器増やせるんですよ。ファージマルとかエッジインプを、手札が特殊化できるよって効果あるから、まあ、リペア墓地送っとくと結構いろいろできるっていうね。まあ、オール特殊化とかもできるし、持ってきた、ドルフィン特殊化もできます。で、
とりあえずトイポット発動して、でトイポットでトイポットしてるっていう犯罪ムーブをしてでトイポット効果発動、オール召喚、オール召喚して、うん、一応オール召喚したのかな。まあデッキ圧縮率とかはね、なんか結構割とガバいです、計算は。オール召喚してからの方が一応カード引く、あーそれ墓地いっちゃうか、ちょっときついな。なるほど、それ墓地いっちゃうか。いやこれね、デスイフュージョンが墓地送られるのが一番きついんですよね。まあいいよ、ファーニマル、ドルフ持ってきて、ほんでとりあえずオール召喚かな、とりあえずオール召喚、リペア使って、でオール召喚してあいつ全然打ってくんねえな、なんかステルスクラゲンの効果、まあ、でもまだ打たねえか。でこうだろ、でオール効果発動して、なんだっけ、融合持ってくる。で、まあ、融合2枚目切った。これスタペリアじゃね、スタペリアじゃね、これ多分ね、これね、分かったわ。とりあえずね、こことここでね融合して、ね、スタペリア出すんですよ。そうしたらもうステルスクラーケンの方が実質無効なんで、こうでしょ。まあ効果破壊できるもんならしてみやがれっていうことで、ほんで、1インプチェーンの効果使って、デストイカードを持ってくる。さあどうしますか、パッチワークとかいう最強カードを持ってきてみましょう。さあやばいですね、パッチワークが手札に加わってしまいましたねまあ言うて今使えねえけど。ほんでだな、これで自由に動けるから、ファーニマルドルフィンを召喚していく。でドルフィン君のぶっ壊れ効果によって、トイポットをセットし直しながら、デッキからファーニマルモンスター墓地送る。でこれはまあ、ウィング墓地送って、さてやっていきますか、最強ムーブ最強ムーブやっていきますか。ファーニマルウィング効果発動、ファーニマルウィングでは、自身とファーニマルモンスターを除外すると、デッキからカードを1枚ドローしながら、トイポットを墓地に送ってさらにドローすることができる。でこれで手札がなんと3枚増える強すぎる強すぎる、あまりにも強すぎるうーん、明らかにおかしい動きをしているな。とりあえず融合するか。であいつはね、破壊しちゃいけないんですよ、ステルスクラーゲンさんは。破壊しないように動かないといけないんで、デストイハーケンクラーケンを出してみましょう。シザーとペンギン効果使ってないよね、俺まだ使ったっけ、ペンギン、ペンギンの効果使ってないじゃん、これで。デストイハーケンクラーケン融合召喚していく。でペンギンさん効果発動、強すぎ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 る、マジでこのデッキやばいこんなに融合してまだ手札、これでまだ4枚ありますからね、はい。でステルスクラーゲンさん効果発動するが、ドラゴスタッペリアの効果で無効にされていく。さあ奴の効果を完全に無効にし、これで破壊されることはない、残念でしたね。はい、でステルスクラーゲン無効で、ファニマペンギンでカード2枚ドローして、1枚捨てる。オロフク使ったっけ、オロフク使ってねえな、オロフク使ってねえじゃん、この時強すぎでは。でですね、まあ、ファーケンクラーケンさんの効果で、ちょっと君墓地行ってくれるさようならよし破壊じゃないんでね、これ破壊じゃないんですよ、この効果ほんでトイポット墓地を送って、でさらにカードを手札に加えていく。おい、ほんで何加えたところであんま関係ねえけどな、これな、ファーアニマルドックでいいか。はい、でだな、融合がないのか、トイポットを発動してファーアニマル持ってくるやつする、まあ、ちょっと一応アナコンダ出しに行くか、アナコンダ出しに行く、直接攻撃はねできなくなっちゃうんですよね、なんだっけ、ファーアニマル、あ、ファーアニマル、デストイハーケクラーケンの方が使っちゃうと、ハーケクラーケンが、直接攻撃できなくなっちゃうので、ですね、まあ、とりあえずアナコンダを出しまして、あ、でもあれか、デストイフュージョンねえのか、もうさっき墓地送ってんのか、めんどくせえな。シザー効果、
で、ファーニマルドック、墓地、デッキトップ置いて、で、こう。で、ファーニマル、ドックを確定特殊だな。で、適当にしたら打てばいいか、これ。もう。で、こうして、で、ファーニマルドック特殊召喚で、ファーニマルドック特殊召喚成功時効果発動。はい。ほい。で、リンクモンスター全然入ってないんで、リンク伸ばすとかはできないんですよね。このデッキ。デストリープ使ったっけも、扱っちゃったか。まあ、じゃあ、まあ、蘇生して、なんかぶん殴ったらいいんじゃない、これ。適当に。まあ、ハーケンクラーケン、蘇生じゃないですかね。ちなみに、ハーケンクラーケンは、効果、使っちゃうと、直接攻撃できないんだけども、これ新しく出したハーケンクラーケンなんで違うやつなんで、2回攻撃するだけです。はい。いきましょう。まあ、ちょっと最後なんか回し方来たかった気がするけど、まあ、ステルスクラーケンさんをちゃんとしょった上で、まあ、ライフ取り切ってるんで、まあ、強かったっていうことで。はい。対戦ありがとうございました！ OK！ あれ、ガーディアンキマラどこ行った？まあ、なんもないので、相手の、展開をたらたら見ていかなければならない。お、打点集しても来た。なるほど。あ、打点集、そういえば、打点集デスピア組んでねえな。打点集デスピアもそろそろちょっと組もうかなと思っております。打点集ギミックがね、やっぱ結構強くて、イシタムでドローもできますし、あと、あれですね、ユーゴモンスターの、ルシベルさん結構強いんですよ。で、結構デスピアが割と光闇属性のモンスターと相性いいんですけど、闇属性モンスターかなり多いので、打点士は。まあ、それがかなり相性がいいかなっていう話はある。で、アルベル召喚成功時効果で楽園を持ってこれる。はい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 、いいでしょう。楽園劇場、デスピアからのパッチワーク。あ、まあ、なんか似たような構築ですね、これ。割と。まあ、俺はデスピア入ってないけど、デスピア、ファーニマルっていうデッキもなんか以前組みました。よかったら参考にしていただけると嬉しいです。動画にしました。意外と強かったですね。まあ、なんだかんだ、やっぱり楽園劇場で毎ターン融合できるんで。劇場だから入れてもいいかもね。このファーニマルデッキに。一応1枚ぐらい。まあ、言うてサーチ手段がテラフォーミングとかだから、まあ、テラフォと、なんか劇場入れる枠あればね。俺ないけどね。入れる枠めっちゃないけど、入れる枠あるんだったら入れてもいいかもしれない。で、マスカレード出てきた。商標登録ドラゴン来た。商標登録ドラゴンめんどくせんだな。で、チェーンの効果で、はいはい、パッチワークね。オッケー。で、闇湯、なるほど。で、カードを、2枚ドローして、1枚ゲームから除外する。で、これで、なんだっけ、悲劇のデスペアを、除外できるとめっちゃ強いっていう。あ、弱そうじゃん。そんなもんですか？手札こまに何？それ、その手札何？多いな、手札。誘発めっちゃ効いたみたいな感じかな。とりあえず、オロフクどう？オロフクから行った方がいいよね。まあ、マスカレードナイトを、無効にする効果ないから、オロフクから行くしかないよね、これ。いや、結構ね、まずね、一旦あいつ処理してから考えた方がいいんだよね。で、オロフクで、トイポット墓地送る効果。で、トイポット墓地送って、ね、融合素材持ってくる。痛い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 。トイポットも商標登録料払いって言われてる。しょうがないか。まあ、これは一回ドルフィン持ってきて、融合して、一回ドルフィンの方が発動してみたいな感じにした方がいいな。で、まずドルフィン召喚して、で、ドルフィンでトイポットセットしてから、ウィング落としといて、で、融合してですね。まあ、それがいい気がする。で、ファーニマル、ウィング、トイポットもう一枚あるから、トイポット発動する。いや、もう、いや、一回融合するか。一回融合する説結構あるな。ちょっと一回マスカレードしょろ。ちょ、商標登録料徴収おじさんマジうぜ。ふえなの順位。え？あれ？あれ？あれ？え？待って。融合できなくなったら、この時おしまいなんだか？え？待って待って待って。待って。融合できなくなったらおしまいなんだか？待ってくれ。
おい、家が起きたぞ。捨てられるけど待ってくれ、ちょ落ち着こう。ちょっと待って、融合止められたらこのデッキ何したらいいの。もう一生融合打ってないんだけど。え、アナコンダなしにいけねえな。アナコンダなしはなんならライフポイントで負けそうだな。ええ、クーマの順位は聞いてないわ、聞いてない、マジで。